飲み取り侍は小松茂雄による日本の短編小説集である。なお、表題作である同名の作品も、本校で取り扱う。江戸時代をテーマにした短編を6編収録。これらのうち、年季冒頭は著者のデビュー作であり、1977年第51回オール読み物新人賞を受賞した。また、彼の縁側は、1 9 8六年第十六回。 直木賞にノミネートされた。2018年、飲み取り侍、父さん一本、大金百枚等を一本のストーリーに再構成した映画、飲み取り侍が公開された。主君の不況を被って、越後長岡藩を追放された侍が、表向きは猫の飲み取り、実態は女性相手の売春婦に身を落とす様を描いた兄弟作。浮気封じの作として、 妻に股間をうどんこまみれにされた紙問屋の天末を描く。資材を覚悟した枕井の絵師が、老な主の依頼で一世一代の枕井製作に取り組む姿を描いた作品。将軍の生死、家よしの大好物であるカレの煮付けの骨取り役の後継問題が千代田の人情事件につながっていく。武士の教授に関わり急暴極まる中で悪戦苦闘を続ける。 老人の人情は、白身よけのヒット商品、鍋屋の紐の製法の秘密をめぐり、鍋屋の後継者として、婿養子となった奉公人が落とし入れられる悲劇。ありがとうございます。